ヨハネの福音書第15章「私はまことのぶどうの木であり私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。 私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝が葡萄の木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私は葡萄の木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、 そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて、火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、 何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすれば、あなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が、 私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私があなた方を愛したように、 あなた方も互いに愛し合うこと。これが私の戒しめです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。 私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆、あなた方に知らせたからです。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それは、あなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって、父に求めるものは何でも、 父があなた方にお与えになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える今しめです。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、 帰って私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。下べはその主人に勝るものではないと、私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったなら、あなた方の言葉をも守ります。 しかし彼らは私の名の故にあなた方に対してそれらのことを皆行います。それは彼らが私を使わした方を知らないからです。もし私が来て彼らに話さなかったら彼らに罪はなかったでしょう。しかし今ではその罪について弁解の余地はありません。私を憎んでいる者は私の父をも憎んでいるのです。 もし私が他の誰も行ったことのない技を彼らの間で行わなかったのなら、彼らには罪がなかったでしょう。しかし今、彼らは私をも私の父をも見て、その上で憎んだのです。これは、彼らは理由なしに私を憎んだと、彼らの立法に書かれている言葉が成就するためです。 私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について明かしします。あなた方も明かしするのです。はじめから私と一緒にいたからです。